来たぞ。ああ、準備はできているぞ。いい場所が見つかったぞ。水は持ってきたか？取ってきたぞ。素晴らしい。その水を塗料と合わせることで、これから記す守りのルーンに力が与えられるぞ。俺を騙してみろ。どのルーン文字もお前を守れはしまい。いい塩梅だ。おい、何をしている？力を高めるために魂の魔法で精神をこのまじないに結びつけている。魂の魔法？巨人から学んだのか？奴らも魂の魔法を使うが、これは私の技だ。さあ、これでおしまいだ。頼む、塗料の壺を持ってきてほしい。できるだけたくさんな。大事に扱え。壊れ物だ。慎重に。置くだけだぞ。壊すなよ。気をつけてくれ。塗料はまた作れるが、その分時間は失われるんだ。よし、その場所がちょうどいい。それでどうする？邪魔にならんよ。岩の上にでも登っていてくれ。そこなら眺めもいい。よし、これでいいか？十分だ。よし、待っていろ。できたぞ。実に美しい。描いたルーンが盾を作ったのか？そうとも。うまくできていれば、お前たちの仲間を守り、敵を焼き尽くすだろう。見せろ。もちろんだ。敵を森からおびき出し、この盾まで連れてきてくれ。生かしたままでだぞ。そうでないと意味がない。俺は無傷で済むんだろうな。約束すると、ハーギな。クズどもめ、どうした？おじけづいたか？俺が恐ろしくてネズミのようにコソコソと隠れているのか？近くに連れてこい。なんだ。よし、よし、成功だ。だって炎に引き寄せられるガのようだ。おい、ゴロツキども、お前たちは大勢、俺は一人だ。一体何を恐れることがある？哀れだな、自ら滅びに走るとは。作り手、お前の盾はあのように瞬くものか？盾が不安定だぞ。
盾が用をなしていないぞ。奴らが通る。どうなっている。なぜ聞かん。倒せば何が起こる。誰が仕留めるか賭けるか。盾は壊れたよ。いや、まだだ。少し手直しすればいいだけだ。おい、盾が敵を呼び寄せたぞ。全く役に立たないな。逃がさんぞ。聞いていた話とは違うな。今はそれどころじゃない。敵が飛んできているぞ。お前を始末させておくべきだった。死ね。盾を直せ。早くしろ。これで精一杯急いでる。果実は言っていたほど甘くない。何を言う。盾はうまく機能したぞ。確かに。だが安定はしていないな。心配いらんよ。今度の調合は完璧だ。同じ問題は二度と起きない。十分な資材と報酬さえ用意してもらえれば、アースガルズ全土を守ることのできる高い塔を建てよう。資材ならどうとでもなる。だが報酬とは何だ。いや、何、大したものではない。女王フレイヤを妻に迎えたい。高望みだな。それがお前のやり口か。無理をふっかけてうまいところで折り合いをつける。ハービー、私はそんなつまらん駆け引きなどしない。心からフレイヤが欲しいんだ。よく考えろ。婚姻を一つ認めるだけでアースガルズとその民を救えるのだぞ。フレイヤは小麦のように渡せるものではない。どう判断するか本人に聞いてみよう。やるべきことをやれ。私の条件は変わらん。盾はフレイヤと引き換えだ。他に望みはない。ここにお前の味方はいない。心しておけ。
る。何が見える、友よ。泉の狼がここまで育った。あの時の狼の子なのか。いつの間に成長した。美しい獣が立派に育ったぞ。すごいと思わないか。鋭い瞳、力強い足、よほどの血筋に違いない。バカを言え。この調子で育ち続ければいずれは月さえ飲み込んでしまうぞ。気持ちはわかる。だがこれはお前の敵ではない。ラグナロクが来るなら明確な予兆があるはずだ。デュール、お前は都合のいいように考えているだけだ。お前の言う通りかもしれん。だが危うさは覚悟の上だ。責任は全て私が負う。今問題なのは巨人どものはずだろう。作り手とは話したのか。ああ、話した。フレイヤはどこにいる。フレイヤはトールに兵の指揮を仕込み中だ。うまくはいっていないがな。ではついてこい。この話は皆にする。作り手とは話したか。奴の技を見たか。ああ。聖なる水は、この印があなたの戦士たちよ。そうだ。そしてこれが天の四隅。まじないじみた話はいい。敵の場所を教えろ。全部倒してやる。ハービー、悩みでも。作り手は技を実演してみせた。奴の生み出す盾は触れた敵を殺すことができる。それは役に立ちそうだな。でもあなたは喜んでいないようね。難しい対価を求められた。どのような。お前だ。私、我らを奴隷商人とでも思っているのか。この手で頭をかち割ってやる。おい、皆落ち着け。まずはよく考えて。考えるまでもないことよ。それであなたは何と。お前の返答次第だと答えた。その場で断らなかったというの。理由あってのことだ。期待を持たせれば作り手も仕事を受けるだろう。褒美の骨をちらつかせただけで従う犬はいない。ただで仕事を引き受けるまで殴り続けてやる。考慮してみるだけでも。この身を売るつもりは毛頭ないわ。得意技じゃなかったか。待て、ひらめいたぞ。奴の一族の墓を打ち砕いてやると脅せばいいんだ。考えすぎなのさ、あんたらは。作り手に無理難題をふっかけろ。9日で塔を建ててみせろってな。当たり前だが、奴は期限を守れない。フレイヤは無事なまま、残った仕事は俺たちで仕上げればいい。そんな条件を飲むほどバカなのか。嵐の王よ、あんたはそうやってすぐ知性あるものを見くびる。作り手は誇り高い男だ。難題を前に引き下がるような玉じゃないんだよ。気に入らない。ああ、だが仕方がない。ロキ、作り手にそう伝えろ。お任せよ、ルーを刻む者。ハービー、あなたの力が及ばないこともあるのよ。お前は取引に乗り気だったな。
我らと違いフレイヤは万神族だ。気をつけろ、近づくんじゃない。狼。なんだあとエル。俺が追う。その牙で斧を研いでやる、獣め。なんと大きな獣だ。これは腕が鳴る。この目を刺すのは俺だ。狼とは戦うな。俺に任せろ。殺すか。お前がいずれ俺を殺すものか。俺は死を超えるもの。俺は生きる霊魂。俺は死なぬ。お前の定めと俺の意志、どちらが上か決めてやろう。
したはずだがな。アービー、やめろ。その斧を引け。つもりだロキ。あんた誓ったはずだろう。俺の血は流さないって。そこをどけばその血は流れない。これも俺の血なんだ。何？これは俺の息子だ。テール、お前が育てたのだ。こいつをよく見張れ。リングビー島だ。繋いでおけ。狼を島から出すな。イーバルディに話をする。より強い鎖が作れるやもしれん。ほら来い。もう大丈夫だ。頼む、正義の担い手。ロキ、報いを受けるがいい。そうだな、いずれ必ずそうなる。兆しだ。早くこの難儀な仕事を終えねば。このうさんくさいやつにはっきり言ってやれ。アスガルただの興味だ。ドワーフよ、悪気はない。知識を求めているだけだ。ドワーフはただでは何も渡さんぞ。邪魔をして悪かったな、カジノ匠よ。私はもう行こう。今日は何を作ればよいのかな、高き者よ。戦場で用を足せる股の空いた客位か。作り手と何を話していたんだ。ハービー、わしを縛る者よ。ドワーフはただでは何も渡さない。わしが求めるものを差し出せばお前の問いに答えてやろう。望みは？
お前だけが知る真実だ、見通すものよ。お前の知る世界の秘密をわしにも聞かせてくれ。人間たちはラグナロクを生き延びる。ホットミーミルの森に隠れ、朝露で飢えをしのぎながら人類最高の時を待つのだ。人間は生きる力にあふれておる。思った以上に強い連中よ。それであの食わせ者のことだな。魔法がお前の魂にどんな影響を及ぼしたか知りたがっておった。なぜだ、なぜ魂への影響を知りたがる。お前だけじゃなかった。アース神族とバン神族、皆の魂だ。企みはよそでやれと伝えたがな。さあ、満足したなら帰ってくれ。わしは仕事をせねえなら。もう一つ用がある。決して切れない鎖を作ってくれ。鎖は当てにならんぞ。我が一つダメになればおしまいだ。トールですら引きちぎることのできない紐を作ってやる。力ある獣を捕らえておけるようなものか。わしの心血を注ぎ込もう。持てる知識と技の限りを尽くしてかかる。お前はその対価に何を支払うつもりだ。お前の言葉通りのものなら契約は終わるだろう。怪しいな。罠の匂いがする。罠ではない、策略でもない。紐を作り上げることができればお前を解放する。紐を作るには難しい素材がいる。それは目録を。熊の剣に魚の息はある。猫の足音に山の根だと。どう見つければいい。わしが知るか。その謎はお前が解け。謎解きになど付き合っていられるか。いいか、その謎はな、世界の始まりより伝わっているものだ。ニューイとニジから、ノルズリとスズリへ、アウストリとベストリへ、そしてアルシオーブ。わかった、探しに行こう。ドバリ、ビーボル、バーボル、ボンブル、ノーリ、アーンとアーン、アイ、ヨズ・ヴィトリア、ヴェイグとガンダール、ヴィンダール、スライ、